11代目、山村にいはりろう4月28日平成4年4月12日は、日本の政治家。救命は忠義、元衆議院議員。運輸政務次官、運輸大臣、農林水産大臣、衆議院に予算委員長などを務めた。栄転は、小蔵位、君位等局実大受賞。父親は、元行政管理長、長官10代目、山村にいはり 千葉県佐原市出身。江戸時代から米国省を営む由緒ある名家に生まれ、九代目新次郎の頃から深く政界に関わり合いを持ち、父の十代目新次郎は衆議院議員として予算委員長、議員運営委員長、自由民主党の国会対策委員長等の要職を歴任し、第三次池田内閣において行政管理庁長官を務め、政界に重きをなした。 千葉県立佐原高等学校卒業。学習院大学生形学部政治学科中退。学業半間にして生きた政治の世界を学ぶべく、父に言い張り老の秘書として政界への第一歩を踏み出した。1964年31歳の時に父の後を継いで衆院旧千葉肉補欠選挙に立候補し衆議院議員に初当選する。山村の名前を 一躍有名にしたのが、ヨド号ハイジャック事件である。山村が運輸政務次官を務めていた1970年3月31日にハイジャックが発生し、当時の橋本富三郎を運輸大臣と共にソウルに向かう。山村は、タミヤ高丸ら犯人との交渉の末、乗客の身代わりとして人質になり、ヨド号に登場して犯人らと共に、 北朝鮮に向かい、4月5日に解放されて帰国した。国交のない北朝鮮に行けば生きて帰れる保証はなく、たとえ帰れたとしても、長期抑留となる降参が高い中で人質を買って、出たその英雄的行動により、男やマシン、身代わりに張りろうとして、名が広く知れ渡った。乗客救助の功により内閣総理大臣検証を受賞。1976年の 第34回衆議院議員総選挙で落選するも、1979年の第35回衆議院議員総選挙で再び当選し国政復帰を果たす。1983年12月27日成立の第2次中曽根内閣で農林水産大臣として初入閣。1989年6月3日成立の宇野内閣では運輸大臣を務める。 宮沢内閣で衆議院に予算委員長に就任。1992年自民党法庁団団長として北朝鮮への訪問を翌日に控えた4月12日、自宅にて精神疾患を患った24歳の次女に出馬包丁で刺され殺害された。当時健在であった母の目の前での惨劇であった。北朝鮮に訪問の際には22年ぶりに、 ヨドゴーグループ首謀者のタミヤ・タと会う予定であった。日本国憲法下で多殺された現職国会議員は、浅沼イ次郎に続いて二人目。次女は引きこもりがちであったというが、作動教室に通う等をしていた。またヨドゴー事件の時は、次女は二歳であったが、身代わり人質で有名になった新し次郎を、羽田空港で出迎えている。 新しい次郎の選挙をよく手伝っていたことから、講演会関係者からは、次女を後継者にという声も上がる一方で、次女の精神疾患に気づく者はいなかったという。次女は、心身喪失により、責任能力なしと判断され不起訴となるが、4年後に自殺している。事件後、後継者として後定の山村明の名前も上がったが、あまりにも、 悲劇的な事件であったため山村家から候補者は出ず、先代から続いていた講演会は解散し、政治家としての山村家の歴史は終焉を迎えた。なお、1993年の総選挙には、新しい児の元秘書で、千葉県議会議員だった、実川幸男が新政党公認で立候補し、当選した。ありがとうございます。